セリカはああいう性格ですから、自分からは話してくれませんし、あまり詮索するのも失礼ですよね。それは、わかりました。あなたがそう呼びたいのでしたら。それでは、そろそろ帰りましょうか。今日はとても楽しかったです。よろしければ、帰りもご一緒しませんか？違うクラスだけど、私応援してるからね。ちゃんと見てるから。位置について、用意。大したことないね。Thank you.
日はちょうど忙しくてね。悪いけど。すまないね。じゃあな。その日はちょうど忙しく。そこはちょっと遠くないか？代わりに河川敷公園なんてどうかな？悪いね、こっちの都合聞いてもらってさ。わかった、遅れるなよ。人を待たせるなんて最低だからな。ごめん、遅くなっちゃった。なんだ、バスが来たみたいだね。早く乗ろうよ。この施設、かっこいいよね。早く中へ入ろう。小型潜水艇でこの中潜ったらかっこいいだろうな。あ、それいい。かっこいいよね、そういうの。なんだかお腹空いちゃった。ねえねえ、何か食べていこうよ。中混んでないかな。お昼の時間過ぎてるから大丈夫だよね。早く入ろう。なんかいっぱい歩いたから疲れちゃったね。
それじゃあ、そろそろ帰ろっか。すっごく楽しかったね。新しい研究のアイディア思いついちゃった。じゃあ私、帰って実験するから。じゃあね。もしもし、立花です。お待ちしていたのですが、いらっしゃらないようですので失礼させていただきました。ごめんなさい。ルヌーノさん、ごめんなさい、遅くなってしまいました。ルヌーノさん、バスが来ましたよ。でしたね。鐘や太鼓の音がまだ耳に残っています。本当、応援が目的なのか騒ぐのが目的かわからないくらいでしたね。私、今日はゆっくりできるんです。よろしければもう少しご一緒していただけませんか。ええ、行きましょう。ここは海のそばといってもほとんど潮の香りはしないんですね。今日はあちこち見て回ったのでお疲れになったのではありませんか。